ちゃんと味が染みている。美味しい。やっぱ最初に炒めるのはありだね。ジューシー作りハマりそう。簡単だしね。チラ TV をご覧の皆さん、ハイタイ、大城ゆうきです。今回は沖縄の炊き込みご飯ジューシーを作ってみたいと思います。ジューシーっていうのは沖縄の方言で、標準語にすると確か雑炊から来ているみたいなんですよ。でも雑炊っていうとちょっと水っぽいので、もうちょっと本当にいわゆる炊き込みご飯みたいな感じなので、その方がイメージしやすいと思います。ジューシーっていうのは本当にスーパーとかにも結構売られてて、どこにでもあるし、いつでも食べていいものなんですが、沖縄のお盆の1日目にジューシーって結構家庭とかで出てくるんですよ。で、その沖縄のお盆3日間ある中で、運慶、中日、ウークイって3日間あって、その1日目運慶の時に運慶ジューシーって言って、家庭でジューシーを作って親戚などが集まって、そこでみんなでご先祖さんをお迎えする時にみんなでジューシーを食べる運慶ジューシーっていうのがあります。材料がまずお米お米を今ここに炊飯器の中にあります。もう水も入れて洗っておいてます。これは2合ですね。2合あります。で、豚肉、この豚肉はジューシーに必須でございます。人参、ネギ、あとひじき、ひじきもここに水につけて戻してます。これぐらいかな。で、最初にこの具材を切って炒めて、ここに入れて炊いて出来上がりということで、早速切っていきたいと思います。人参から。人参はみじん切りにします。ネギは炒めないんだ。ネギ炒めないから人参と一緒にしちゃダメなの。そうだよね。豚肉、結構分厚い豚肉です。薄いものより結構こんな感じでブロックのものがジューシーには合っていると思います。半分だけ使います。なんかジューシーも本当にお店とかスーパーとかにあっても全然違くて、具材がめちゃめちゃ大きかったり、豚肉の大きさも全然違うのもね。具材が切れたので炒めていきます。お肉切ります。炊飯器の中でも味付けするけど、炒めるときにもうお肉に味がついてる方が美味しいと思うので、ちょっと味付けしてみようと思います。醤油、砂糖。ジューシーの豚肉ってなんか甘い感じがすると思う。もういい香り。でもこれだけでも普通におかずになりそうで、ある程度火が通ったら、この炊飯器の中に醤油大さじ1、大さじ1入れて、みりんも大さじ1、料理酒も大さじ1です。さっきの炒めた具材を入れます。おー、美味しそう。あ、ひじき、ひじきも入れる。ひじき入れるともうなんかジューシーみたい一気にジューシー感。ひじきって大事だね。では今から炊きます。炊き込みに合わせてスタート。おお、しばらく待ちです。はい、動画の途中ですが、ここでお知らせです。今回は女性に嬉しい、じゃん、インナープロテイン。このプロテイン、普通のプロテインではなくて、美容成分とかも結構入ってるんですね。気になる味が、今これがチョコレート味で、味も大切ですよね、プロテインって。だから私もちょっといただいてみようと思います。今回はオーソドックスにお水で。あ、すごい、結構すぐ溶ける。おー、あ、もう溶けた。いただきます。うん、美味しい。チョコレート味って書いてるけど、ココアみたいもう飲みやすい。なんかね、ダイエットとかでね、ご飯をプロテインに置き換えるっていう、そういうのにもすごいいいかもしれないですね。飲みやすいし、腹持ちもしそうなので、ぜひぜひ
おすすめです。で、気になる方はこの下の概要欄に貼っておりますので、概要欄のところにクーポンも今回ありますので、ぜひぜひチェックしてみてください。ジューシーが炊き上がりました。開けてみよう。わー、あー、めっちゃいい香りするよ。炊けてお茶碗に移しました。さっき入れたネギがどこに行ったのかわからないぐらいになってるので追いネギをしよう。ネギをちょっと足して、見た目も綺麗になるかな。できました。じゃーん。でも見た目はいい感じじゃない。味がどうなのかまだ食べてないので、いただいてみたいと思います。めっちゃ美味しそうだよ。うん、おいしい。豚肉にもちゃんと味が染みている。おいしい。やっぱ最初に炒めるのはあれだね。おいしい。ジューシー作りハマりそう。簡単だしね。ということで今回はジューシーを作ってみました。意外と簡単で良かったです。はい、またね、これこういうのも作ってほしいなっていうのありましたら、ぜひぜひコメントに書いてください。それではまたね。安心や。ちなみにこのジューシーに紅生姜を入れても美味しいですよ。なんかそのアクセントになっておすすめです。